パン屋に行けばいいんだっけ。貝割れの実みたいなやつ手に入れたんだよな確か。まあ、実況何気に1週間ぶりぐらいだから内容があんまり覚えてないんだけど、確かここでいいはず。普通に話しかけたら信頼する。ああ、それは貝弱豆、ちょっと待っててね、今焼いてくるわ。役で思い出したんだけどさ、この前ちょっと身内の葬式あってさ、その死体焼くじゃん、死体焼いてその最後に箸で骨の中、骨を壺の中に入れてさ、壺じゃない、骨をなんか木箱みたいなやつに骨収容するじゃん。でその骨収容するときって大きい骨とかもあるから、その箸で二人でさ、その箸と箸でさ骨掴んでその木箱の中に入れるみたいのをやるじゃん、その葬式のブームで、葬式のそのやり方で。まあそれがまあ正しいやり方でさ、その食事の時にそれをやるのが渡し箸になるからダメだよみたいな感じの、まあ葬式を連想させるからダメだよみたいな感じのことあると思うんだけど、それをさ、俺は何を勘違いしたのか、その葬儀の時にそれを食事のマナーだと勘違いしちゃってさ、まあその葬儀の時の渡し箸をして、正しいのにこれ渡し箸になるからマナー違反になるからやっちゃダメだぞみたいな、そんな感じのことそういうわけのわかんないことを言ってて、ちょっと周りがポカーンとしてしまったっていうエピソードがあったんだよな。で、ジョイス、お待ちどうさま、どうぞ召し上がれ。みんな海洋パンを食べた。ナスクオートの人間の匂いが消えた。これでサスクオート人として生きることができるから、あなたたちどこへ行くつもりか知らないけど、ロープネットワークに乗って東の方に行くときは気をつけてね。レジスタンスたちがアジトをつけてるって言わせよ。あなたたち殺されるかもしれないわ。反逆軍か。レジスタンスって聖剣伝説2にもそんな感じのやつらいたよね。でもうカイヨワの目を食べたことによって、ここで武器防具を購入したりとかもできるんじゃないか。ザラボコボコにされたやつだねこいつ。俺はあんたたちのことをちょっと思い出せないけど、まあいいや。それより話を聞いてくれ。この店の奥にいるジョイスって子に惚れちまったんだけど告白できないんだ。俺ってちょっと気が弱いんだ、喧嘩だったら誰にも負けないんだけどな。ああジョイス、いや喧嘩もボロクソに負けてたぞお前。何勇気を持ってたって、よし分かった、明日は告白するぞ。うん、よかったね。家は気のせいか、いや気にしないでくれ。家選んだらそこで会話終わっちゃうんだな。どっかで君たちと会ってくな。何この代わりを。あんまり目が良くないのかな、 目と記憶力が良くないのかもしれない。お兄ちゃんたちの臭い匂いが消えて不思議だね。こいつはちゃんと覚えてるな。ひどい言われようだけど。なんでお前は、ゼイゴス様のノイグレンが完成すればナスコートなんて一発でやっつけてしまえるそうだよ。楽しみだね。んで武器屋は普通にもう買うことをできるんだったら、まあぜひとも買い物したいんだけどさ。武器と防具の店だ。4万円もあったの？はい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 。いやでも4万円もあるんだったら、もうこの辺の良さそうなやつ全部買ってもお釣り来るんじゃねえか。もう値段すげえ高いけど、もうガンガン買っちゃおう。ナイフブーツとか金網タイツ、これ女性用か。装飾品って扱いなのか、普通に足に履くものでいいのか、どっちなんだろうな。で、間違って使う選んじゃったけど、装備。いや、槍、武器は買ってないよね、今ね。ホームの鎧。あれ、おじさん、違う違う違う、え？おじさん何買った？おじさん用に今何か買わなかったっけ？いや、あ、ん？いや、頭は
ん？パワーメット買ったのか今。ああ、パワーメット、パワーメット上がるな。とりあえずこれ装備させて、まあ、槍でいいや。槍と、鎧と、ブーツと、あでハイボトル。もうお店で何買ったか覚えてないから、とりあえず、ソフィーの一回、装備をどうにかして、で、ガントレット。そうだ、これガントレットを、あ、メガントレット。これ、上がってるよな。ガントレットが161の163だから。おー、いいね。結構上がるね。精霊のローブだよな、とかあったのな。これ、176の171。あー、守備力が純粋に6上がってる。で、金網タイツ。ナイフブーツとかよりも強いのか。176、177。まあいいか。とりあえず、金網で。で、宿泊まり、泊まってないんだな、今ね。で、他に、あ、キリングシールドか。これ買ったのか。キリングシールド買ったけど、おじさんが、もう槍装備してるから、ぶっちゃけた話買わなくても、いや、でも、おじさん基本的に、物理攻撃で、どうにかするっていう状況、そんなにないから、ああ、いや、間違えた。使うじゃなくて、装備で、まあ、コームの剣でいいか。はいはいはい。で、これでキリングシールド。うん、とりあえずめんどくさいから、こんな感じで OK。で、あとは宿屋とかだな。宿屋とか行って、普通に泊まれるだろうから HP も回復させて、まあ、次の冒険、今回の冒険に備えよう。お前は、ようこそ、ここはキリンの町ミストレス。あなたたちどっから来たんですか。まあ、町の人たちもな、匂いが消えてしまった以上、普通に友好的に接してくれるよね。さあ、止めてもらおうか。ようこそ。今、120ゴールドだけど、普通に今となっては全然払える金額だ。ってことで、俺もコーラを飲んで、ちょっと一息つこう。ああ。んで、せっかく装備もしたから、一度セーブをし直して、まあ、これで何かあっても、大丈夫だよな。このパーティーの一番後ろにいるラスタンか。前田敦子みたいな顔してるよね。んで、出て、他の住民たち。とっても臭いナスコートの人間を知りませんか？国に帰ったんでしょうね。いや、目の前にいるんだが。謎の植物を、植物なのかな？植物を食べたことによって。普通に元気になって、元気っていうか、匂いがなくなって出るからな。で、薬も値段高えな。うん、まあ、それでも180ゴールドで済むから。まあ、ハイボトルの回復が、こっから先は完全に主流になってくような。クロノトリガーでいうところの、ポーションがミドルポーションになるような、そんな感じだよな。まあ、いずれ、ハイポーションも、手に入るんだろうけど、まあ、言うてでもハイボトルって名前だからな。ミドルボトルがないよね。私の話を聞いてくる。じゃあ聞いてやるよ。これから言うことは誰にも言っちゃダメだよ。実は私の息子のことなんだけど。いや誰だよ。ゼイコス様がガブニードス様の再来と言われてるのは知ってるわね。ところが息子はそれは嘘だって、よからぬことを企んでるんだって言ってね、家を出ちまったんだよ。今頃レジスタンスの仲間になってるんじゃないかと思うと気が気じゃなくてね。逆にレジスタンスの仲間になってるってことは、対ゼーゴスってことだよな。対ゼーゴスだったら俺と同じ同士ってことになるんじゃないの、こいつの息子。あ、いくつになっても親に心配ばかりかけさせる子だよ。あの子が無事でいるといいんだけどね。で、いいえ、そうかい、ぜひ相談に乗ってほしいんだけどね。この、どうせだったら、お金とかもな、くれれば、非常に良心的なんだけど、
で、あとは、あとはもうこれといって話すようなやついねえな。この外にいるザランだっけ、こいつの気持ちを、まあ、代わりに俺が伝えてあげよう。おいっす。まあ、これがヒントだよな。ロープネットワークに乗って東。で、せっかくだから、ここを東に行く前に、一回、北の方だよな。この町の北の方が、まあ、多分どこも繋がってないとは思うんだけど、一応ね、確認はしておきたいよね。あ、待って、何エネミの効果が、実況を取ろうとした瞬間に切れたから、何エネミかけて、何エネミをかけても普通に当たり前に出てくるこのえげつねえやつら。待て、よからぬ方向にキーが入ってしまった。前まで使ってたのって名前なんだっけな。ガスズゼコンだっけ。いや、ズゼロコンか。多分ズゼロコンだな。で、ケケルンかな。ケケルンも全体技。いや、ケケルン全体じゃないな。ケコボンか。ケコボンが全体技で、まあ、稲妻の能力値を少しでもね、高めていきたいからな。で、これが熱波による攻撃だろ。いや、なんならおじさんもさ、ケコボン使って、雷属性の能力を、少しでも上げてった方がいいんだろうけど、おばさんはな、ちょっとずつ上がってきてる感あるよな。これ初期の状態だったら2ダメージぐらいしか入んなかったけど、今はね、多少なりともダメージが通ってるから。で、これでおばさんどうしよう。おばさんは、まあ、モンブロックでもとりあえずかけとくか。十字キーをわざわざ左側に倒すのがめんどくさかったから、とりあえずもう右キー連打でストップも効いてることだし、まあいいんじゃねえか。あー、オッケーオッケー、ナイス。今俺すげえいい采配だったな。で、このターンは全員で仕留めて、オッケー。んーで、上行って、やっぱただの果てだな。ってことで、下のロープネットワークに向かえばいいんだろうけど、もうエンカウント開始。まあ、大して強い敵じゃないからいいんだが。いや、ズゼロコーンだっけ？ズゼロコーンか。いや、毎回名前わかんなくなるよな。もうこのゲームの名前の由来がマジでわけわかんないからな。で、ケコボンが、これピロポン確か雷に対してまあまあ耐性あったはずなんだよな。それは単純におばさんの魔力が弱かったからなのか何なのか分からんけど、それなりに耐性あったよな。一番初めて使った時今どんぐらいのダメージ。ああ、それでもやっぱ27か。耐性あるな、純粋にこの矢から。でもおじさんがこのズゼロゴンだっけ使うことによって、はいはい、これでいいっす、そうでしょ？いいぞ、これ。まあ、とっとと、ロープネットワークリフトだっけ？に乗って、まあ、別のところ行きましょうっていうことだよな。ウィッス、このロープネットワークはカノン行きだ。運賃100ゴールドけど乗っていくから安いね。これ、匂いがさ、臭かったら、お前たち、ナスコートの人間は、人間には、使わせてやらんぞみたいな、そういう感じのことを言われてたんだろうね。で、何エネミの効果はまた切れて、こういったフィールドマップじゃないところでも何エネミが継続されてるって、ちょっとよくわかんないよね。で、楽しい楽しい空の旅。前にこの空の旅したとき、俺はアイス食ってたよな、確かな。まあ、今日は今そんなに、そこまでお腹減ってないから、アイスは食ってないんだけど、おお、何ぶっ壊れてんじゃん。で、変なの出てきた。俺たちはゼーゴスを倒すために立ち上がったレジスタンスで、ループネットワークは破壊した。こいつらのせいだったのか。
むむ、怪しい奴らだ。お前たちを我々ナジトに連れて行くぞ。リーダーの尋問を受けるんだ。こいつってわけでもないのか。こいつリーダーだと思ってたんだけど、さっきのやつの息子でしょ。まあ、こいつか、ここのリーダーのどっちか。あー、でも名前出てるってことはそうだな。こいつが、そのさっきのやつの息子か。君たちの話は全部聞いた。だが、ノイグレンを破壊しに来たという君たちの話を、簡単に信じるわけにはいかない。それで君たちがゼイゴスのスパイではない保証もない。そこで物は相談だが、我々のテストを受けてもらいたい。我々の仕事を手伝ってくれたら、君たちを同志と認めよう。どうかね、協力してくれるかね。いい選んだら返り討ちとかに合いそうだから、はい、選ぶか。ありがとう。承知してくれたか。実は我々の仲間がコンシストの町に潜入したのだが、正体が明かされ、逆に捕まってしまったのだ。まあ、捕虜になったってことね。なんとか仲間を救い出してほしい。君たちを完全には信用できないので、おばさんは人質として扱っておこう。おばさんさんになってるね。おばさんさんの代わりに私が一緒に行くことにする。おばさんパーティーから抜けちゃうか。全体攻撃できんのか、このモットっていう何気にイケボのやつ。おじさん、気をつけてね。で、おばさんが仲間から外れた。このパーティー、もしすでに3人パーティーだった場合ってどうなるんだろうな。さあ、行く。で、モットが仲間に加わった。エルフ系のキャラなのかな。耳長いよね。HP ちょうど線。で、強さ。こいつ、息子なのかな。40歳って書いてるから、あ、でも、母親、あれ、俺、母親の方がさ、40歳ぐらいかなって思ってて、息子20歳くらいのイメージだったんだよね。それが、こいつ40歳だったら、母親も還暦とかなんじゃないの。還暦とか70ぐらいの年齢なんじゃないの。で、眼帯つけてる、義眼とかなのかな、右目の方。ナイフとブラックジャックの威力を見せてやろう。これ種族がドールっていう種族なのか、このエルフみてえに長い耳。コマンドメット、コマンドナイフ、ブラックジャック。はいはい、ナイフとブラックジャックの威力見せてやろうって言ってるもんね。で、コマンドスーツ、コマンド打つ。ハイボトル持ってんのいいな。呪文は？あー、呪文一個も覚えてないのか。いや、複数体攻撃できるんだったらまあいいんだけどさ、どうなんだろうな。私なら大丈夫。それよりあなたこそ気をつけてね。こんなおばさんに心配されるとはな。もっと気をつけていけよ。もっと気をつけていけよ。あの、奥にいるやつ、全員同じセリフしか言わないな。ああ、いけるじゃん。こいつ、さっき俺を拉致ったやつか。私たちはもちろんサスコートの人間よ。でも、ゼイゴスのやり方には我慢がならないの。こいつ、メスか。メスだったのか。あ、でも、西武屋さんとかもあるね。意外と栄えてる。ゼイゴスのやり方はひどすぎる。やつは自分のことをガブニードスの再来と言ってるが、とんでもない。やつは悪魔だ。サスコートのあちこちでレジスタンスたちが反撃の機会を伺っている。今まで出た、いやまあ、セーブできるんだったらセーブしておいた方がいいな。保管は大事。あ、おじさんレベル上がったんだ。はい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 。ガイスン、俺はガイスン、仲間になってやる、金はいらん。いや、こういう、なんか、うまい話言うやつって、裏が合うんだよな。いや、顔もすんげえうさんくさい顔してるしさ、ガイスン。力と体力なら誰にも負けない、強い。いや、脳筋タイプでしょ、大木って。左手、岩山男って感じだよな。まあ、当然呪文も使えないキャラだしさ。HP が微妙だな。年齢も29歳か。29歳でこの風貌か。まあ、たまにいるよな。中学生ぐらいとかでもヒゲ生やしてるやつな。まあ、俺も言うて昔、高校生ぐらいの頃ヒゲ生やしてたけど、ゼイゴスを倒すために立ち上がったのさ。お前何バンしてんのこれ。ウェルダ。私の名はウェルダ。兄の仇を取るためにレジスタンスに入った。気をつけていけよ。全員同じようなことしか言わんよね。必要なら俺に言ってくれ。ただで薬を満タンに。ああ、いいね、これ。まあ、ボトル満タンになったとかって言ってけど、俺、ボトル使った記憶がねえぞ、今のところ。さあ、で、これで、新大陸の方に。このラスタンってやつのさ、
横から見たとき腹だいぶ出てない？すっげえメタボだよな。これで一旦このアジトから出て東の方とかに行けばいいのかな。あー、また変なの出てきたな。これあれか俺ズゼロゴーンすんげえ下にあると思ってたんだけど、一周とか二周してるんだな、これ。いや、なんつうか、下機押しっぱなしにしてたら何周も済むんだな。なんか、ズゼロゴーンの位置変わったのかなと思ったけど、俺が下機を押しっぱなしにしてただけだった。で、光の弓矢をこいつで、名前なんて言うのこれ。カノンの霞と星、あ、違う、炎の秋と、イエス秋とみたいな名前してる。で、ラスタも普通に攻撃させて、ブラックジャックで、まあ、こいつ攻撃させて、カロンのなんちゃらっていうやつ、分裂とかするんじゃないのか。てか今、誰、ラスタンかイレーヌか、モットーの誰か、あの黒い消し爪みたいなやつに攻撃仕掛けてなかったか。いや、違う、これあれかい。これあの毛玉がダメージ食らってるように見えるよな。で、結構もう、間違えた。ボビレックスってどんな技だったか覚えてないんだけど、で、これで、イエス・アキトに攻撃ぶちかまして、おいせ。おー、稲光。てか、おじさんの HP めっちゃ減ってんじゃん、今気づいたけど。あー、しかもあの消し積み野郎、全然、雷攻撃効かねえ。てか、おじさんが、あー、てか、いってえな。おじさんがさ、能力が低すぎるんだよ。で、いや、これ、いや、まあ、いっか。攻撃して、いや、ラスタンも、まあ、いっか。で、モットがハイボトル持ってるから、これをおじさんで使って、これでとりあえず回復よ。まあまあ痛いからな。今のタイミングで回復して、大正解。おじさんも気づいたら HP1000 超えてんだな。あー、やっぱそうだよね。分裂するよね。あー、どんどん増えてくね。まあ、無限にレベルアップができる、どんと。そういうことだな。で、ズゼロゴムプチかまして。これ、イレーヌもでもあれだな。今、こうやって数増えてるんだったら、全体攻撃できるってことだよね。で、ブラックジャックによろしく。さすがにもうこんだけ数増えたら増えないか。てか今あれ、あー増えやがった。今モットが攻撃したけど単体攻撃だったよな、ブラックジャックって。マジ使えないキャラが仲間になっちまったな。全体攻撃できるんだったら多少なりとも可愛げがあったんだけどさ、そうじゃなかったらちょっときついよね。ちょっとイレーヌ回復させて、いや、間違えた。もう使うを押したときに、もう自動で、前回のところの履歴みたいなの残ってる感じにしてさ、自動でカーソル合わさった状態になってれば、だいぶ楽なんだけどな。で、もっとも仲間になって、まだ間もないけど、すでに死にかけてるから、もう株価相当低いよな。まあ、もともとそんなに、高くないから、下がるほど高くねえか。で、右かな？いや、またこのメンバーか。いや、まあ、いい、ズゼロコンプチかまして。いやー、これ、まあ、いっか。炎のアギトだな。とりあえず炎のアギトを、優先的に。まあ、強いからな、この、恐竜の方かな。しても葬式ってやっぱ難しいよな。ちょっとまたさっきの葬式の話の続きになるんだけど、あの葬式の時にさ、あれお焼香っていうのか、線香に火つけて、その
線香に火つける前か後ぐらいでさ、なんか謎の砂みたいなやつを顔の前に持ってきて、香辛料みたいなやつな、あの香辛料みたいなやつ顔の前に持ってきて3回ぐらいその顔のところで上下させて、そっから燃えてるあの熱そうな灰の上に置くじゃん。あの儀式も、まあ、ぶっちゃけた話よくわかんないよな。だいぶ前に誰だっけな、ゾマホンだったかな、ゾマホンだったかサンコンだったかが日本に来日してって、それで日本風の葬式初めて経験した時にそのお焼香をなんか食べちゃったっていう、なんかそういうエピソードを披露してたんだよな。まあ確かに顔の前後で、まあ、3回ぐらい上下させてたらそれはな、食べてるように見えるよな、後ろからだったから何一つとしてわからない外国人にとってはな。俺もあれ葬式久しぶりにやったからさ、ちょっと先にちょっと横の方からその作法みたいな部分確認してたんだよね。なかなか難しいよねやっぱりな、ああいうのってな。いや事前に、まあ、でもそれあれだな、もう葬式ある時もう事前に YouTube とか見て、まあ、葬式のやり方とかググったりとかした方がいいよね。いやじゃないと本当にそういうめったにやんない儀式に備えてさ、なんか、なんつうんだろうな、知識をつけておくっていうの大事だよな。マジでぶっつけ本番でめったにやんないことをやるのは危険すぎると思うわ。でミニボトルでの回復だから回復量が遅いよな。ミニボトルがポーションで、間違えた。ミニボトルがポーションで、ハイボトルがミドルポーション。ってことは、ハイポーションとかエクスポーションは何ボトルになるんだ？エクスボトルみたいのが出てくんのかな？それが出てくるんだったら、HP が相当、最大値やっぱり3000とか4000ぐらいまで、まあ、行くってことだよね。まあそのエクスボトル的なやつが出るんだったら、まあ回復量もやっぱそうだよな、4桁当たり前のように回復していくよね。これどこ行ったらいいかわかんない、もう完全に道、デスピロポン、ピロポンの女優コーナー出てきた。で、ズゼロゴン、ぶちかまして、やっぱ言うって、いや、いい、ラスタンとイレーナが全体攻撃できるから、これで、ブロンザ。このブロンザっていうのもあれか、えこいつも上位互換か。上位互換だよな。色似てるけど、ブロンザって名前じゃなかったよね。前に出てきたこいつの色違い。あんまり色違い感がねえな。色が酷似してる気がするな。ピロポンと同じくらい。色違いだったら分かりやすいんだけどな。黒と白ぐらい違うみたいなさ。ちょっとオレンジ色っぽい感じになってんのかな。目の感じといい。あーてかおじさんもあれだな、こいつ石化攻撃、まあ石化ってかストップだよね。モムロックだっけ、モムロック使ってモムロックの威力自体を、あー全然魔法大したことない。てかおじさんが火属性だからか、モムロック使ってあれだよな、弾の属性だっけ、上げてもよかったよね。でいやマジでどこ行ったらいいかわかんねえ。道なくねえか。いや、今これあれか、洞窟、なんだよ、ヤングナウラヤングが出てきた。で、いや、まぁ 100m は、単体でいいか。はい、こんな感じで。このナウラヤングにとりあえず、ぶちかますけど、やっぱ肉弾戦が得意な感じの見た目だよな。まあ、いかにも、まあ、格ゲー、のキャラって感じがするもんな、見た目な。
今日なんか部屋の中が乾燥してるのか暑いのかわかんないけど、若干喉がいつもより乾いてる感じがする。あれ、いける？たまたま道塞いでただけ？いや、宿屋ないの？いや、宿屋、宿屋はなかったか。西武屋さんはあったけど、お前西武屋だよな。回復してあげるわよ、みたいなことを言ってくれるキャラがいるのかな、みたいに。いや、ちょっと待って待って。お前、どけや。完全に塞がれたんだけど、なんなの、こいつ。いや、一回マップ切り替えなきゃダメか、これ。めちゃくちゃめんどくせえな。あ、待てか、これおばさんか。なんでおばさんのところにいるんだろうと思ったけど、そうだ、おばさんが人質になってるんだよな、今。いや、頼むぞ、これでオブジェクトの位置初期化してくれてないと、しまっちゃうおじさんみたいな感じになってるから、オッケーオッケーオッケー。あー、よかった。だいぶ無駄なことしてたよね、今ね。あー、で、これ足場が ゆっくりになるやつ。で、ゆっくりになって、ちょっとおじさん普通にハイボで回復していいよね。で、他のメンバーは最悪死んでもどうにかなる。おじさん以外だって NPC だからね。いや、どっちだ？こっち？いや、一回一回の戦闘マジできちいな。で、町らしきものが見えてるんだけど、こっち側から行けんのか？いや、そもそも下？え？下、いや、今の道逆か、戻った方がいいのかな？これこっちからも行けるのかな？あ、でも行けそうだな。とりあえず早く町に着かせてくれ。もう時間がそろそろいい頃合いだからセーブをしたいんだ俺は。おお、何何、イベント始まった。キーナ。やんな、すっごくいい男、嘘みたい。あなたと一緒に歩きたいはいいでしょ。ろくなことなさそう。家選ぶか。嘘みたい。入れてくれなくちゃ。やんな、私仲間に入る。強引に仲間に加わったラスター。クソ野郎だな、こいつ。いや、しかも、弱いじゃん。なんてことだ。いや、このキーナとかいう謎のキャラが仲間になったところで、まあ、今回はこの辺で終えるか。どんな見た目してんの？ああ、一応女だな。あ、死んだの力に囚われている、バカな女を見に行きましょう。感じ悪いね。種族フィオルダ、年齢22歳。まあまあ若いな。ってことで、この辺でセーブをして、俺はもうこの後、コナンを見るんだ。今もう土曜日の夜5時58分だからな。ってことで、この辺で終えよう。次回に続く。